ニ村保タは写真家、横浜市出身。代表作は日本、アメリカ、メキシコ、カナダでのレースに迫った写真集、レーシング、ラリーを舞台にした写真集、ザ・ラリーなど。写真家としてモータースポーツフォートグラフィーを独創的な視点で切り開いた。1941年、神奈川県横浜市に生まれる、東京写真短期大学卒業。 n ぬ TV 報道カメラマンを経て、1967年フリーランスに、この年にサザンクロスラリーを取材する。1968年メキシコに渡り、メキシコオリンピック公式フォートグラファーを務める。それ以降、主にモータースポーツを撮影する。1970年に、1968年から1970年のキャンアムや日本グランプリなどを撮影した。 写真集、レーシングを発表。1972年通し、ラリー・モンテカルロを撮影する。その後、モータースポーツの本場であるヨーロッパを拠点に活動し、1979年、写真集、ザラリーを発表。このザラリーの撮影は、8年間、世界15カ国に及んだ。1985年、オーストリアのウィーンにて、写真集、ロギリを発表。 1993年には写真集フィニッシュ、そして2003年に写真集 A セカンドを日本から発表するなど、この分野におけるスペシャリストであり、大一人者である。80年代には、自ら録音したラリーの音を収録した LP レコードを4枚リリースしている。ヤルパ初代会長、2011年フランスにてエミン、ありがとうございます。